シベリア軍とは、ロシア内戦中に、ロシアソビエト連邦社会主義共和国から独立した、シベリア共和国の軍隊。1918年6月、ノボニコラエフスクにおいて、西シベリア軍の名で創設され、同年7月末から、シベリア軍となる。1918年6月から12月の間、シベリア方面の白軍の本部機能も遂行した。本校では、 臨時全ロシア政府時代のシベリア軍についても記述する。当初、いくつかの義勇兵部隊、ノボニコライフスク連隊等から編成され、1918年6月13日、ステップシベリア軍団と中シベリア軍団の2個軍団に分けられた。7月11日、ミヤスクとウラル地区の不評及びコサック、チェリアビンスク主体から、ウラル軍団が編成された。 9月末には、兵員37,600人、家宝70門、機関銃184丁を数えた。1918年10月、シベリア軍は、第1中シベリア軍団、第2ステップシベリア軍団、第3ウラル軍団、第4東シベリア軍団、第5ゾイアムール軍団に編成された。9月から10月の間、東部戦線の北西部で、ボリシェビキと戦った。 12月末、ペルミを奪取し、大量の戦利品を露獲した。シベリア軍の兵士1918年12月、最高司令官スタッフ化設立後、シベリア軍は一旦解散され、第1ステップシベリア軍団、第3ステップシベリア軍団、ボトキンスク師団、クラスのウファリョ団からなる、シベリア軍が新たに編成された。1919 19年1月から2月の間は、 防御に撤出し、混成軍団編成後の3月4日、第2赤軍及び、第3赤軍に対して、攻勢手にし、オハンスクとオサを奪取した。4月には、サラプル、ボトキンスク、イジェフスクを奪取したが、赤軍により奪還され、5月、南部からの包囲を恐れて、撤退を始めた。6月、グラゾフを奪取したが、退却を余儀なくされ、7月には、 ザウラリエに圧迫された。7月22日、シベリア軍は、第1シベリア軍と第2シベリア軍に分離され、第3軍と共に、東部戦線を構成した。1919年8月から10月、ぼり構成作戦に参加。11月から12月、赤軍により撃破され、ザバイカリエまで圧迫された。部隊は、1920年11月まで抵抗を。 続けた。その後、中国に撤退し、1921年、沿海地方白軍に編入され、ボロチェフカスパスクの戦いに参加した。1922年10月、朝鮮と中国に撤退した。ありがとうございます。